スウェーデン王国、コンゲラクッドスベリーエ英国の標語、カイアールスベリーエ英アイチデン国家、ドゥゴンラ、ジュフリア古き自由な北の国スウェーデン王国、通称スウェーデンは、北ヨーロッパのスカンディナビア半島に位置する、立憲君主制国家。首都はストックホルム。北欧諸国で最大の人口を有する。西に、ノルウェー、北東にフィンランドと国境を接し、南西に、 カテガット海峡を挟んで、デンマークと近接する。東から南には、バルト海があり、対岸のロシアやドイツとの関わりが深い。元王家は、ベルナドッテ家。歴代国王は大いに着く際に、自分の統治について、初心表明する習慣になっている。中1。1995年にスウェーデンは、欧州連合に加盟したが、2003年に、ユーロ導入を否決している。 世界幸福地図では世界178カ国で第7位世界価値観調査での幸福度はアイスランド、デンマークに次いで第3位であった民主主義の成熟性も高く評価されておりエコノミスト資産家の研究所エコノミスト・インテリジェンスユニットによる民主主義指数はノルウェーとアイスランドに次ぐ世界3位で完全な民主主義に分類されている また国境なき記者団による世界報道自由度ランキングもノルウェーとフィンランドに次ぐ世界3位である。2019年、米コンサルティング会社が実施した調査で、スウェーデンは世界で最も評判の良い国に選出された。正式名称はコンゲラクットスベリエー。通称スベリエー。形容詞はスベンスック。スウェーデン語ではスベリエーといい。 スウェア族の国を意味する。英語表記は、キングダム・オブ・スウェーデン、通称はスウェーデン、国民はスウェード、形容詞はスウェディッシュ。日本語の表記は、スウェーデン王国、通称スウェーデン。他に、スウェーデン、スウェーデンという表記もされる。漢字による当て字は、スウェーデン。なお、スイスの当て字は、随日で、いずれも随と略されるが、 これらの漢字名は一般にあまり用いられないため混乱を生むことは少ない。なお、特にスイスと区別する場合はスウェーデンを天、スイスを隋と略する中二。詳細はスウェーデンの歴史を参照古代はスウェーデンバイキングとして主に東方で活動した。ヨーロッパ文化やキリスト教も受容し、13世紀頃にはホルクンガーサが 現在のフィンランドを含む地域を統一。1397年に、デンマーク・ノルウェーとカルマル同盟を結び、同訓連合となる。バルト帝国の半と1523年、カルマル同盟から離脱し王政となる。16世紀の宗教改革ではプロテスタントを受容し、バルト海地域へ進出する。17世紀、グスタフ2世位、アドルフの時代に、バルト帝国を建国する。 30年戦争に参加したり、新大陸にも植民地を築き、王国は最盛期を迎える。1654年に、プファルツ朝に王朝外するもバルト帝国を維持。しかし18世紀初頭に、カール12世は、バルト海の覇権を争い、ピョートル1世の時代のロシア帝国との大北方戦争で敗れ、沿岸の領土を失い一時没落する。 18世紀後半にホルシュタインゴットルプ朝のグスタフ3世が中高させるもナポレオン戦争に伴う第二次ロシアスウェーデン戦争の敗北によりフィンランドを失った。1809年の革命で立憲君主制が成立1814年にキール条約でノルウェーを併合1818 18年よりフランス人ベルナドット元帥が国王に即位し、 ベルナドって朝が始まる。身分制的、封建性的秩序の解体が進み出した。ウィーン体制では、ノルウェーと同訓連合を結ぶが、スウェーデン・ノルウェーは1905年に分離した。19世紀半ばに、スウェーデン王の推奨した反スカンディナビア主義が頓挫し、北欧は、小国分立に向かった。スウェーデンでは1866年に、身分制議会が廃止された。 世紀後半の大不況にアメリカへ人口が流出した。国内では自由協会運動、禁酒運動、社会民主主義労働運動などが起こった。1914年からの第一次世界大戦では中立であった。1932年にスウェーデン社会民主労働党政権となった。武装中立政策をとり第一次世界大戦。 第二次世界大戦の両大戦にも参加していないが、両大戦とも義勇軍を組織していた。特に第二次大戦では、ナチスドイツなど数軸国と連合国の両方に様々な便宜を図ったことが中立違反として、戦中も戦後も国内外から批判を浴びている。ただし、当時は連合国も数軸国も国際法を守っていなかった上、 両陣営がそれぞれ優勢な時期でも戦線布告や領土内への侵攻を許さなかったことは事実である。ことに、デンマーク、ノルウェー、フィンランド人の反ナチスレジスタンスやユダヤ人を保護したことは人道に重きを置いた決定と言える。また、大日本帝国政府の終戦の事前交渉も行っている。1 9四十年代後半から1 9五十年代にかけてスウェーデンは、 イタリア、ユーゴスラビア、ギリシャ、トルコなどから労働力不足を補うために労働者を受け入れた、中産。東西冷戦中はノルディックバランスを構築し、アメリカ寄りの政策と中立主義政策を行き来した。北欧の政治スウェーデンの政治及び政府も参照リクスダーゲン政体は立憲君主制。国家元首である国王は、 国家の象徴であり、儀礼的職務のみを行う。1974年改正後のスウェーデン憲法では、通常の立憲君主国の君主が有する首相、任命権をはじめとするすべての管理任命権を形式的にも失っている。国王の権能は、情報閣議による大臣からの情報収集や、外国施設の切除など、もっぱら儀礼的な機能に限られている。 スウェーデン君主一覧も参照スウェーデンの立法機関たる議会はリクスダーゲンと呼ばれる。1971年に両院制から一院制に変わった。2006年総選挙時の定数は349議席で議員の任期は4年。議員の選出方法は比例代表制による。リクスダーゲンも参照行政府の長は首相である。議会の総選挙後に 国会議長が副議長及び各党の代表者を招集して新首相を推挙し議会の過半数の反対でないことで承認される。その後、国王の臨席する任命式において国会議長が新首相を任命し新首相は同時に各大臣を任命し組閣を行う。スウェーデンの首相も参照詳細はスウェーデンの政党を 参照2014年9月の選挙で議会に議席を獲得した政党は以下の8党。その他特筆すべき政党地方議会での右議席を保有ジョーク政党国産戦闘機サーブ39。グリペン詳細はスウェーデン軍を参照スウェーデン軍は陸軍、海軍、空軍の3軍からなり国防省の管轄下にある。スウェーデンは フィンランドの奪還を断念した1812年以降、伝統的に中立政策をとってきた。東西冷戦期にはノルディックバランスに則っ,った NATO よりの中立政策を保ったが、軽武装のために脅威にさらされた第二次世界大戦の教訓から、いずれの党派も強い防衛力を追求した。兵器体系も選手防衛のための独特のものとなり、 戦闘機などの自主開発を重視した。バルト海を挟んでソ連の軍事的圧力にさらされ続け、1952年にはソ連によるスウェーデン機撃墜、1981年にはソ連潜水艦の領海侵犯と座礁事故が発生した。1950年代から1960年代中期頃には核武装が検討されたこともあったが、政治的な反対運動と、 核拡散を抑止したいアメリカの働きかけもあって断念された。北欧最大の工業力を活かした独自開発兵器も多い。1992年に中立政策を放棄し軍事的非同盟を選択した。2002年には軍事的非同盟は有用であったが、今後は他国と協力して安全保障を追求することとなった。現在も NATO には加盟していないが、 1995年には、NATO の指揮下で、ボスニアに部隊を派遣するなどの協力体制を取っている。また北欧及び EU 諸国が攻撃された場合には、受動的な態度を取らないと宣言しており、欧州連合戦闘軍に参加している。2000年代後半からは大規模な構造改革が行われ、徴兵制が廃止された。かつて徴兵制度が実施されていた時代があり、 兵役拒否を希望する男子に対して介護や医療などの公共の利益に直接寄与する代替役務を課す良心的兵役拒否が認められていた。2010年7月1日に徴兵制度は正式に廃止されたが2015年には国防費に見合う要因が確保できないという事態に陥った。ロシアによる クリミア半島侵攻後、バルト海でもロシア軍の脅威が高まったこともあり、2018年1月から男女とも対象となる徴兵制が復活した。NATO とはパートナーシップ協定、アメリカとは防衛協力協定を結んでいるほか、一旦非武装化したバルト海のゴットランド島に軍を再配備している。2017年にはフィンランドと共にイギリス主導で NATO や 国際連合に協力する合同派遣軍への参加を決めた。スウェーデンの地図地法治制度の原型はカール15世の知性であった1862年に作られた。これは当時行われていた政治の集大成である。1842年に導入した義務教育制度、1846年のギルド制度廃止と小取引自由化、1860年に 確認された心境の自由、これらがすべて反映されたのである。すぐ後で関係するが、1865年は任意改正が採用されている。1862年の地方自治法は、政教分離を定めた。さらに公実のランスティングを設けた。この時から一員制となるまで、ランスティングは上院の選出期間を兼ねた。そして公実のコミューンは、 自己責任で必要な事務を取り行うことが許された。しかし、1862年における地方選挙権は直接国税が要件であったため、全人口の6%に付与されるのみであり、地方の普通選挙は1918年と1921年の改革により段階的に実現した。日本の県に相当するスウェーデンの地方自治体には2種類あり、 その一つは国会と政府の出先機関であるレーンで、もう一方は県民の代表たるランスティングである。レーンの総数は21で、ランスティングのそれは20であり、両者の境界線はほぼ一致する。コットランドは島という性格上、レーンの境、市の境、ランスティングの境が偶然一致した得意な例である。レーンは国会の決定に従い、 政府の指示のもとで地域的に必要とされる行政を行うのがその主な役割である。その最高議決機関である執行委員会は中央政府によって指名される執行委員長とランスティングを通じて住民により選挙で選ばれた委員で構成される。これに対してランスティングの主な役割は県民の精神的、身体的健康の増進と公衆衛生の維持。 県内にある学校等教育関連機関の指導、監督及び支援、県内で行われる文化的活動の支援にある。ランスティングの最高議決機関は、県民から選挙で選ばれた議員によって構成される、県議会である。ランスティングの役割は地域によって細かい部分には、差があり、レー園との役割分担の度合いもそれぞれの地方によって、細部は異なる。 県庁所在地はレジデンススタードと呼ばれ、県の行政機関が集中している。各県は日本の市に相当する基礎自治体である複数のコミューン14に分割される。名称からフランスの影響が伺える。2007年現在、コミューンの総数は全国で290である。最高議決機関は市議会であり、その議員は 当該コミューンの市民によって、4年ごとに9月下旬に行われるリクスダーゲミや、県議会の総選挙と同時に選挙で選ばれる。スウェーデン国籍被取得者であっても、同一コミューン内に3年以上滞在していれば、滞在先のコミューンとそのコミューンが所属している県のランスティングについては選挙権がある。市内の人口密集地は、デートオートと一般に呼ばれるが、 市役所やコミューン議会が置かれている市の中心地は特にセントラルオートと呼称される。かつてスウェーデンにも町や村といった行政区分もあったが現在は存在しない。日本の政令指定都市に置かれている区と同様の組織は一部のコミューンに設けられることもあるがさほど一般的でなく規模もごく小さい。区に近い概念としてスタッツデールという表現があり、 市内にあるそれぞれ人口密集地内の各地域を指す地区といった意味合いで使われる。スウェーデンには以前、教会市や教区という教会が課税権を持つ行政区分があったが、町や村と同様に行政区分としては、教会市も教区も現在は存在しない。ただし、教区という区分は人口統計や歴史学の研究等、 ごく限られた範囲では利用されることもある。地方行政区分とは別に歴史的、言語的につながりのあるランドスカーアップと呼ばれる25の地方がある。詳細は、スウェーデンの地方を参照詳細は、スウェーデンの都市の一覧を参照ストックホルムは、国内最大の都市であり、北欧有数の世界都市であるスウェーデンの衛星写真。国土の大半が雪に覆われているスウェーデンの面積は、 日本よりやや広く、日本全土に北海道をもう一つ足した程度である。面積の割に人口が少なく、スウェーデンの総人口は約950万人と日本の12分の1程度であり、東京23区と同じくらいである。人口密度は日本の約19分の1程度で、世界の人口密度ランクでは235カ国中187位という低密度な国である。 スウェーデンの国土はスカンディナビア半島の中央、東側に位置する。この半島の西部はスカンディナビア山脈が南北に連なっているが、標高は2000メートル程度しかなく、なだらかである。この山脈の最北部にあるケブネカイセ山の北方で、海抜2104メートルがスウェーデンの最高点である。ボスニア湾やバルト海に沿って、平野部はあるが、それほど広大ではない。 半島南端のスコーネ県を除いて、冬の寒さは厳しく、夏も全般的に冷涼である。故障が多く、中南部に最大のベーネルンコと二番目に大きなベッテルンコが一致する。土地の肥沃な地域はスコーネ県くらいしかなく、また中部から北部は気候的に農業には適さないため、落農が主な農産業である。バルト海にある島のうち、本土と橋で結ばれた。 エーランド島のほか、ゴットランド島などがスウェーデン領である。オーランド諸島の住民はスウェーデン系だが、フィンランドの自治領になっている。17世紀にヨーロッパで最初の紙幣が発行され、世界最古の中央銀行であるリクスバンクが設置されたことで知られている。同行は1969年からノーベル経済学賞を授与している。電子マネーと電子決済の普及率、 使用率が非常に高い。2016年時点の GDP 比での現金流通量はスウェーデンでは1.4%、アメリカ合衆国の7.8%、日本の19.9%と比べると圧倒的に低い値である。店舗や公共機関などでも現金では支払えない場合が非常に多く、旅行者はクレジットカードを必ず持参するように勧められている。 こういった電子決済への流れは2010年から2017年にかけてスウェーデンクローナの紙幣と効果が新デザインのものに切り替えられたことが影響していると見られている。スウェーデン王立工科大学のニクラス・アービットソン准教授は新デザインの紙幣、効果に対応したレジへの投資を見送る店が増えたことがキャッシュレス化の流れを推し進めたと考えている。また、 スウェーデンでは店舗が現金の受け取りを拒否できる法律があるといった事情もある。また、キャッシュレス化によって個人情報漏えいや不正送金の防止の技術は他国より高いレベルのセキュリティが必要となってくるため、こういったセキュリティ方面のベンチャー企業が台頭してきている。人体にチップを埋め込んで個人識別することによってスマートフォンすら不要にし、 ドアの鍵にもなるようなサービスも登場している。詳細はスウィッシュを参照国際通貨基金によると2015年のスウェーデンの国内総生産は4926億ドル。同年の一人当たり国民総所得は57810ドルで世界第7位の高所得国となっている。国際収支について、形状収支は世界金融危機の時に赤字に転じたが、 それを除けば、向上的な黒字が続いている。2014から2015年に、サービス貿易収支の純黒字が倍化している。サービス貿易収支の黒字が、貿易収支全体に占める割合は、2001から2002年に無視できる程度であったものが、2014年29%、2015年47%、2016年45.5%となっている。 2013から2016年において、第1次所得は黒字基調だが、第2次所得は対照的に赤字基調である。金融収支は2013年から縮小しており、同年のポートフォリオは3兆クローナを超える赤字を記録、金融派生商品も赤字が続いている。その他の投資は2016年1兆後、680億、クローナの赤字。 ゴサゴビューは2014年に4、550億クローナであったものが2016年に2兆7、410億クローナとなった。国土の8割が冷帯に属し、小麦の栽培が可能な地域は北緯60度以南に過ぎない。農地は国土の6.5%であるが、農業従事者は国民の1.5%に過ぎない。しかしながら高い生産性によって、 穀類の自給率は121%に達している。果実類と野菜類、油脂類を除く各項目の自給率はいずれも80%を上回る。穀類の生産量では小麦、大麦のほか塩漠が際立つ。国土の65.9%は森林に覆われている。このため、新葉樹に限定すれば世界第5位の生産量を占める。 木材を輸出するため、ステナラインやワレニュース・ウィルヘルム船といった海運業も発達している。1972年、山西雨の被害を世界に知らしめるため国連人間環境会議を招致し、ストックホルムで開催した。1980年代では、国内の8万5千の故障のうち、1万8千で、魚がほとんど死滅、激減した。スウェーデンは、 国策として掲げる選手防衛、中立政策を軍事同盟でなく自国の軍事力のみで達成するために国防への注力は怠ってはいない。スウェーデンが国策として掲げる中立政策ゆえ重化学工業を担う大企業はスウェーデンの軍需産業とも密接な関係を有している。スウェーデンは伝統的に製造業が盛んである。とりわけ、 1930年代から国策により合理化と振興が推進された結果、世界的な競争力を有するようになった企業も複数存在する。ソブは一般には自動車メーカーとして知られるが、元来は航空機メーカーでビゲン、ドラゲン、グリッペンといった戦闘機やサーブ340などのターボプロップ旅客機を開発した実績を持つ。2006年現在、 民間機部門からは撤退し、自動車部門は、オペルと統合予定の GM100% 子会社であるため、防衛産業に専念するようになった。もう一つの著名なスウェーデン自動車メーカーであった、ボルボグループは、現在は、乗用車部門として中華人民共和国の石膏、吉都市空港集団の参加に入っている。また、ボフォースは、第二次世界大戦以前から存在し世界的なシェアを、 持つ重火器の老舗メーカーである。日本では一時ソニーと資本提携し合弁会社のソニーエリクソンを設立していたことなどで知名度を上げた通信機器メーカーのエリクソンが有名である。他にノーベル財団のノーベル賞で知られるアルフレッドノーベルが設立した火薬メーカーのノーベル社、ヨーロッパ第2位の家電メーカーエレクトロラックス社、プロ用 カメラレンズ製造のハッセルブラッド社などがスウェーデンのメーカーの代表格として挙げられる。北部の都市キルナは鉄鉱石の産地として有名であり、これを背景とした鉄鉱業が盛んである。生産される鉱材はスウェーデン鉱と呼ばれる。また南部の都市ルンドはソニーモバイルコミュニケーションズ、エリクソンなどのハイテク企業が多く集中している。熱交換器と 電信分離機の分野で世界的なシェアを持つアルファ、ラバル、紙パックのメーカーとして世界的に有名なテトラパックなどもルンドが本社所在地である。スウェーデン社を製造する国内の大手自動車メーカーが経営危機になった時税金で支えようとしたが失敗した。それ以降スウェーデンは賃金が高くて価格競争力がない自国で製造業を維持することは 困難と決断し、国内の製造業が外国資本に買収されても、政府は関与しないスタンスを取るようになった。詳細は、スウェーデンの副祉を参照、OECD 各国税収のタイプ別 GDP 比。赤は、国家間、青は、連邦、中央政府、紫は州、代々は地方、緑は、社会保障拠出、OECD 各国の GDP における社会的、 支出割合長年にわたるスウェーデン社会民主労働党政権の下で構築された社会保障制度が整い税金制度や高齢者福祉など社会政策が各国の注目を浴びている。スウェーデンは社会科学の実験国家とも言われている。時代状況の変化に対応し実に簡単に制度が変更される。そのためスウェーデンの研究は絶えずこの変化を追いかけ、 変更された意図を正確に捉え、その目的と意義を探る必要がある。低所得者層、高齢者、障害者、失業者等、社会的弱者もあるレベル以上の生活をすることが保障される。幸福志向不対国家であり、GDP に占める租税率は35.5%、さらに社会保障拠出を含めると50.6%である。個人所得税は、 GDP 比で15.8%、地方税率は平均32%ほどである。スウェーデンの成長率は3.3%、失業率は6%。恩検討のカールビルト首相、フレドリック・ラインフェルト首相時代に市場主義を導入しました。格差を表す辞任係数はネオリベラリズムの機種だった米国や英国に比べるとまだまだ低いが、 移民問題も含めて格差は年々上昇している。低成長時代に生産性を上昇させるためには、優秀な人と資本を成長分野に集中させる必要があり、その陰で非生産的とみなされた人材は切り捨てられている。詳細は、スウェーデンの医療を参照医療制度は、社会保険制度ではなく、一般税収を原資とする、ユニバーサルヘルスケアが実現されている。 GDP に占める医療費は9%であった。地方文献が徹底されており、ランシティング歳出の9割は保健医療関連の支出である。関与内民受け入れ政策を取るスウェーデンを他の北欧の福祉国家では失敗例とする声もある。スウェーデン民主党は少数無力ではあるが、ノルウェー、デンマーク、フィンランドと同様。 昨今では安易な移民受け入れに反対する政党が政権へ影響力を持っている。2004年のスペイン列車爆破事件や2005年のロンドン同時爆破事件以降、様々な治安対策が積極的に講じられているが、犯罪数は増加傾向にあり、2011年の統計では犯罪数約148万件と発表された。犯罪発生率で見れば、日本の 約13倍に及ぶこととなる。2010年には2010年ストックホルム爆破事件が起こった。スウェーデンにおける犯罪の過半数が置き引きやすりなどの窃盗であり、主に旅行者を狙ったものが多い。ストックホルム警察によると各国からの旅行者の中でも日本人の被害が多いとのことである。さらに、以前は、 少ないとされた暴力犯罪や性犯罪も2011年頃には増加傾向にある。警察機構は2015年に警察庁に再編され国家警察化が進められている。スウェーデンの犯罪防止国民会議の調査では16年に国民の15.6%が暴行や脅迫、性犯罪、強盗などの被害に遭っている。また、ジェンダー不平等指数ランク4位。 世界男女格差指数ランク3位とされているスウェーデンだが、スウェーデンにおける児童虐待と男性や女性への暴力 DV は国際的にも問題視されており、国内の約4分の1の死に関わる暴力事件が近親者によって起こされたものである。2012年時点でのスウェーデンにおける男性への暴力は年間約4万件以上。 女性への年間約3万件以上であり、女性に対する暴力は2002年から2012年までの10年間で約30%増加が報告され現在も増加中であるとスウェーデンの女性支援団体が報告している。2009年時点での生涯にわたる身体的、または性的親密なパートナーの暴力発生率は28%。年間の身体的、および 性的親密なパートナーの暴力発生率が5%で、あると国際連合の女性権利機関が報告している。2010年に行われた調査では、スウェーデン警視庁が公開している情報によると、住民10万人あたり、約63人がレープなどの性犯罪に巻き込まれていたことが報告上だけでもされており、これは隣国であるノルウェーでの同じ年の症例数の3倍。 米国と英国での症例数の2倍、インドの30倍以上であり、性犯罪発生率が世界で2番目に多い国であると、米国フェミニストライターのナオミ・ウルフなどにより報告された。国連は10万人あたりのレイプの有罪判決の数に関する公式統計を保持しており、スウェーデンはヨーロッパで最も高い有罪判決数だと公表している。2010年には、 人口10万人あたり10ポイント中3、7ポイントの有罪判決が下された。このため、DV や性犯罪などの数値を含まない国際的な男女格差の指数計測方法の見直しも訴えられている。米国フェミニストライターのナオミウルフは、性的平等とレープ被害者に対する強力な制度的支援をする魔法の王国スウェーデンは存在していない。 国の情勢を強く批判している。詳細は、スウェーデンの教育を参照スウェーデンの教育制度は、日本と同じく6.33.4世である。国際交流基金の2012年度日本語、教育機関調査では、スウェーデンの日本語学習者数は2226人で、ある。日本とスウェーデンの関係も、参照詳細は、スウェーデンの交通を、 三省南部丸目とデンマークのコペンハーゲンを結ぶオーレスンバシスウェーデンの道路は所有区分によって一般道とその他の道路に分けられる一般道は国が所有しスウェーデン産業省の外局である道路庁が管理している一般道はヨーロッパ道路国道県道その他の一般道に分類されるヨーロッパ道路は例外的に 国連欧州経済委員会が事務的な管理を担当している。その他の道路は各市の所有であったり、道路の設置されている土地の所有者に帰属している場合もある。その他の道路には指導か指導に分類される。一般道はスウェーデンの道路法によって定義、建設、整備の責任などが定められている。その他の道路は土地及び建物法にその規則が定められている。 2007年8月1日からストックホルム中心部では出入りする国内登録車両に対して時間帯に応じた新入税が課税されるようになった。この税金の目的は中心部の交通量を減らし、そのことによって公共交通機関たるバスの定時性を保持すると同時に排ガスによる住民の健康を保護するなど中心部の環境保全にある。詳細は スウェーデンの鉄道を参照ストックホルム中央駅スウェーデンの鉄道は政府が株式を100%所有する SE が全国の旅客輸送を担当しているほか道具コンパニーエットコネックススベリエなどの政府とは資本関係のない会社が一部地域の旅客鉄道輸送を担っている線路はスウェーデン産業省の外局である鉄道線路庁が所有管理している 空港連絡鉄道としては、アーランダ空港とストックホルム中央駅を、アーランダエクスプレスが20分で結んでいる。貨物輸送はやはり政府が株式を100%所有するグリーンカーゴを中心に、ノルウェーの運送会社が、筆頭株主のヘクターレールなどによって運営されている。地下鉄は、ストックホルムにのみあり、ストックホルムスロカールトラフィークが運営している。 ストックホルムスロカールトラフィークは郊外へのコミュータートレインも運行している。どちらも SE など他の鉄道事業者とは乗り入れていない。路面電車はストックホルム、ヨーテボリ、マルメ、ノーショーピングの各都市で運行されており、特にヨーテボリとノーショーピングの2都市では複数路線が市内の広い地域をカバーしている。スウェーデンの各都市で運行されている。 公共交通機関としてのバスは、地方自治体であるランスティングやレーンが、その出資母体となる株式会社として運営されている場合が多い。地方自治体とは、資本関係のないバス会社も、多数あるが、そのほとんどは、観光目的の観光バスや、都市間を結ぶ高速バスを運営している。各都市で運行されているバスは、市内の2拠点間を市中心部にある。 バスターミナルを経由して走っている。各都市には主要路線のバスが必ず経由するようなメインのバスターミナルが最低一つはあるが、そのようなターミナルが必ずしも日本のように駅前にあるわけではない。ストックホルムやヨーテボリのような大都市ではそのようなバスターミナルが複数設けられている。スカンジナビア三国のフラッグキャリアたるスカンジナビア航空を筆頭に、 複数の航空会社が国内、国外への旅客便を運航している。スカンジナビア航空は他の航空会社に先駆け、アンカレッジ経由で西欧、極東間の便を就航させたことでも知られている。貨物便としては、スカンジナビア航空の他にアメリカ系の UPS、ドイツ系の DHL が航空貨物便として乗り入れている。スカンジナビア航空以外で、 スウェーデン国内を拠点としている航空会社としては、マルベアビテーション、スカイウェイズ・ゴットランズ・フリークなどの航空会社がある。多くは国内、国外への両方ともに運航しているものの、ほとんどはヨーロッパの各都市への便に限られている。詳細は、スウェーデン人、W、スウィーズ、およびスウェーデンの人口統計を参照スウェーデンの 人口スイスウェーデンの人口ピラミッドスウェーデンは一人の高齢者を3.1人の生産世代が支える少子高齢化社会であるが総人口は増え続けている合計特殊出生率は1.85人であるが一方で順位動率は6.75人と流入増加であり出産ではなく移民によって人口が増加している詳細はスウェーデンの人口統計移民を参照移民は スウェーデンの歴史における人口増加と文化変容の大きな源である。移民は経済、社会そして政治的側面において人種、経済的扶助、非移民の職、集落体系、社会的流動性への影響、犯罪、投票行動など様々な議論を巻き起こしている。スウェーデンには移民の人種的背景に関するはっきりとした統計はない。これは スウェーデン政府は人種に基づいた統計を一切行わないためである。しかしながら移民の国籍については記録されている。1998年の調査では外国にルーツを持つ者は174万6921人であった。これはスウェーデンの人口のおよそ20%にあたる。そのうち12万6659人が北欧、または その他ヨーロッパの国出身であり、53万262人がそれ以外の国出身である。2011年の統計によると、スウェーデンの総人口の約20.1%に当たる192万1000人が全面的、または部分的に外国にルーツを持つ。そのうち、外国生まれのものは142万7296人である。 43万253人が、父母ともに、外国生まれの両親を持ち、66万6723人は、片方が外国生まれ、もう片方がスウェーデン生まれの親を持つ。2010年のユローシュタットの調査によると、スウェーデンには133万人の外国生まれの住民がいるとされ、これは全人口の14.3%に当たる。 そのうち85万9000人は非友、加盟国生まれで47万7000人が EU 加盟国生まれである。2009年には年間の移民の数は過去最高に達し10万2280人を記録した。移民のほとんどはスベアランドやイエータランドの都市圏に集中している。2012年には4万4000人の難民を受け入れた。また、 シリアソーランの状況悪化に伴い、2013年9月には、シリアからスウェーデンへの亡命希望者全員を受け入れ、永住権を付与すると発表した。カール16世イグスタッフ、私も移民の子孫ですよ。スウェーデンでは次世代先進国のモデルとして、幸福志向負担の社会モデルが注目されていたが、その陰には移民政策による歪みが拡大している。移民排斥を唱える、 右翼政党のスウェーデン民主党が、反移民の空気の広がりを追い風にして2010年9月のスウェーデン総選挙で、初めて国政に進出し20議席を獲得した。党首のジミー,ー・オーケソンは、我が国の移民政策は失敗だったと述べ、スウェーデン社会に溶け込まない移民に対する不満が、右派政党躍進の背後にあったとみられている。2013年5月中旬、警察による、 男性射殺事件に橋を発した抗議暴動は芝叩く間に拡大し、ストックホルム市内とその周辺では車や学校への放火が相次いだ。警察署や学校が襲撃され、22日には一晩で90件の火事が発生した。これに関連し、ラインフェルト首相は移民の社会統合の失敗がストックホルムにある諸問題の一因であることを認めており、 拡大し続ける移民問題の歪みにどう対処するのか、スウェーデンの今後の社会動向が注目されている。2018年には過去5年間の合間犯の58%が外国生まれの移民であり、その多くが非欧州からの移民であった。スウェーデンの合間したものへの刑罰は1年から5年であると報道された。2009年7月からスウェーデン語が正式な公用語に制定された。 その他、フィンランド語、メアンキエリ、ロマ語、サーミ語、イディッシュ語を話す者も少数いる。スウェーデン語は、隣国のノルウェー語、デンマーク語と類縁関係にあり、スウェーデン語話者とノルウェー語話者は相互に意思疎通ができる、会話程度は可能であると言われる。テレビ番組にアメリカ製番組の字幕版が多いといった文化面の影響もあり、 イギリスの方が近いにもかかわらず、イギリス英語でなくて、アメリカ英語で話す人たちもいる。福音ルーテル教会が、スウェーデン国教会である。実際に、その人口の8割が、福音ルーテル教会に所属している。よく見られる伝統的な色使いの家屋劇作家、小説家のヨハン・アウグスト・ストリンドベリアンデソンが、真夏の舞踊20世紀映画の巨匠。 イングマール、ベルイマン・ダーラ・ヘスト詳細は、スウェーデン文学を参照民族音楽、編集スウェーデンの民族音楽は、フォルク・ムジークと称され、フォルクダンスと深いつながりがある。フォルクダンスの形態で有名なのは、ポルスカで、また、スウェーデン独自の楽器に、ニッケル・ハルパがある。フォルクダンス・リンゲンは、スウェーデン最大の民間伝承音楽及び舞踊に関する組織であり、 関連する情報の提供源として挙げておく。クラシック音楽、編集バロック音楽の時代では、イギリスのヘンデルやペイプシュに学んだユーハンヘルミク、ルーマンは、ヘンデルバリの合奏競争曲や、JS バッハの無伴奏バイオリンのためのソナタと、パルティータに近い響きのバイオリンのためのエッセイを書き、スウェーデン音楽の父、または、スウェーデンのヘンデルと呼ばれた。古典派の時代には、 ドイツ生まれのヨーゼフ・マルティン・クラウスが活躍し、単調の情熱的な曲を多く書いて、スウェーデンのモーツァルトと呼ばれている。ロマン派音楽の時代に入ると、フランス・アドルフ・ベルワルド、ビルヘルム・ペッテ・ションベリ、ビルヘルム・ステーン・ハンマル、ヒューゴ・アルベインなどの作曲家が挙げられる。デンマークのカール・ニールセン、ノルウェーのエドバルド、グリーグ、フィンランドのジャンシ・シベリウスなどと比べて、 クラシック音楽全体の知名度は劣るが、近年では、北欧全体におけるそれぞれの自国の文化を保護、支援する制度が充実しているため、これらの作曲家のレパートリーも多く取り上げられるようになってきている。ペーテルヤブロンスキは、世界最高峰のピアニストの一人として有名である。エリック・エリクソンが長く指揮者を務めたスウェーデン国立、放送合唱団や、 エリック・エリクソン室内合唱団などがある。ポピュラー音楽、編集スウェーデンを代表するポピュラー音楽としては、1974年にデビューして、以来全世界でヒット曲を出し続けたアバがある。アバは1982年に活動停止するまで、精力的に数多くの良質なポピュラーソングを発表し、近年は楽曲を使ったミュージカルをヒットさせている。ヨーロッパ、 イングベイ・マルムスティーンなどを中心に1980年代頃から開拓されたヘビメタル系のロックは北欧メタルと称される。1990年代以降は特にエクストリームメタルにおいてアット・ザ・ゲイツ、イン・フレームス、アーチ・エネ・ミー、オーペスなどの数々のメロディックデスメタルバンドを生み世界的な影響を与えている。このようなヘビメタルミュージックが発展した理由に ABF などからの様々な補助、地域の音楽学校やコミュニティの充実などを挙げるミュージシャンもいる。また、1990年代はアバの再来と言われたエースオブベースカーディガンズなど有名バンドを発信し、スウェーデンのポピュラー音楽は日本でも親しまれていた。日本国内のポピュラー音楽にスウェーデンのスタッフが関わることも多く、ボニーピンク、原田智代、パフィー ジャニーズ事務所所属のアイドルグループニュースなどの楽曲に関わっている。このように一時はヨーロッパ外の国々にもその名を知らしめもした。しかしながら1990年代も半ばを過ぎてアメリカのポピュラー音楽がアフリカンアメリカンやラテンアメリカ系内しその地を引く者たちを主力とする R&B やヒップホップの独占場となっていくにつれて一時は衰退の意図を たどる傾向にあった。一方で、ロックでは、iPod の宣伝にも起用されたシーザーズや、日本の音楽フェスティバル、サマーソニックに何度も出演しているマンゥディアオが人気である。他にも近年では、EDM の流星に伴い、スウェディッシュハウスマフィアや、アビーチーなどの DJ や、その流れを継いだ、アイコナポップやトーブ・ローなどの女性アーティストも、全世界レベルで活躍中である。 詳細は、スウェーデンの映画を参照スウェーデンでは、毎年12月13日に、セールチア祭が行われ、一番大切な冬の行事と言われている。イタリア・シチリア生まれの女性聖者であるセールチアは、貧しい人々に、財産のすべてを提供した純粋な人と言われている。貧民の生活に光を与えた彼女は、光の聖人として、また、濃厚の守護神として親しまれている。 16世紀に、グレゴリオ歴が改定されるまで、セールチア祭は、北半球の冬至の日だった。冬至は一番日が短い日であるため、日が長くなり始める日である。日が長くなることを祝う古来からの民間信仰に、キリスト教の光の聖人がいつの間にか一体となって、現在に至る。長く暗く寒い三重区の北欧の冬に一筋の光を投げ込むのが、セールシアである。 この日の朝、女の子がいる家庭では、白いドレスに、ろうそくの冠をかぶった娘が父親にサフランパンとジンジャークッキーを持って行き、枕元でサンタルチアの曲を歌う。父親は、ルシアのような光に包まれた娘に起こされる。近年では、職場や学校、教会などで、聖ルシア祭が行われ、ろうそくの冠をかぶったルシア姫を先頭に、 同じく白いドレスを着た女の子と星の使いに扮した男の子が行列を作ってサンタルチアなどの歌を歌う。頭に乗せたり手に持ったろうそくの淡い光が日の光を絶望する北欧の人たちの気持ちを代弁しているようでもある。行列の後はサフランパンやジンジャークッキー、コーヒーやグレッグと呼ばれるホットワインが振る舞われる。なお、イタリア語読みでルチアだったものが スウェーデン語読みで、ルシアに変化している。世界遺産ドロットニングホルムの横領地詳細は、スウェーデンの世界遺産を参照スウェーデン国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された、文化遺産が11件、自然遺産が1件、複合遺産が1件存在する。日曜日と重なっても振り返休日にはならないが、祝日の前日が休みになっていたり、労働法により、 半日休暇を許可されていたりすることが多い。キリスト商天祭も命令と重なる5月1日になる場合があるが、この場合でも振り返り休日は発生しない。ストックホルムスタディオン手厚い国庫負担によって国民の半分が何らかのスポーツに関与している。サッカー、編集特にサッカーが盛んで、FIFA ワールドカップでは地元開催の1958年大会で準優勝。 1950年ブラジル大会、1994年アメリカ大会では3位に入っている。ブロリン、ラーション、リュングベリ、イブラヒモビッチなどヨーロッパのビッグクラブで活躍する選手も輩出している。ウィンタースポーツ、編集ウィンタースポーツも盛んに行われており、特にアイスホッケーはサッカーをしのぐ人気スポーツである。NHL のデトロイトレッドウィングスに所属する ヘンリク・ゼッターバーグは国民的スターであり、ゼッターバーグが原動力となった2006年はトリノオリンピックとアイスホッケー世界選手権の両方で金メダルを獲得した。また、クロスカントリースキー、スノーボード、カーリングの競合国でもある。その他、編集陸上競技では2004年アテネオリンピックで男子層高飛び、男子三段飛べ、女子七種競技で、 金メダルを獲得するなど、跳躍競技を中心に強い。また当初は、陸上競技として捉えられていたものの、スウェーデン軍の石膏訓練が由来とされる、オリエンテイリングも非常に盛んであり、他の北欧諸国と同じく競合国として訓練している。他に、ボート競技、卓球、つなぎが速歩競争なども盛んである。ビョルンボルグなどを排出したテニスは、国技とされ、 日本でいう国技館のようなテニス会場がある。かつては婚姻の際、当性に統一することを原則とし、例外的に別姓とする慣習法があった。しかし1982年に、夫婦同姓複合性、夫婦別姓が選択できることが明文化された婚姻法が施行されている。また2009年からは、同性同士の結婚も認められた。その他、 未婚の同性者カップルを保護するサムポーがある。詳細は、スウェーデン人の一覧を参照、アルフレッドノーベル政府日本政府観光その他。ありがとうございます。